上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスの食欲の秋を堪能したい。こちらパンプキンスパイスラテ、スイートポテトバー、キノコフィローネ、秋野菜サラダラップ、パンプキンスコーン、日本梨のパンナコッタ、アップルタルト、どれも美味しそうです。特にこのスターバックスのサラダラップはキュウリが入っていることが多いのでなかなか食べられないんですけど、自分今回はキュウリが入っていないことなので楽しみですね。久しぶりに食べる気がします。パンプキンスパイスラテも気になりますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこのサラダラップから。お野菜大事ですからね。いただきます。次はキノコフィローネ。フィローネも久しぶりな気がするな。キノコも秋の味覚ですからね。ではいただきます。続きましてはパンプキンスコーン。これ去年スタバのケーキ食べるときにこっち食べようかなと思ったんですけど、なんか思っていたケーキがあったということでやめたんですよね。なのでこっち改めていただきます。次はスイートポテトバー。じゃがいもがいっぱい乗ってますね。その下にもある感じられるのかな。ではいただきます。続きましては洋梨のパンナコッタ。洋梨も結構珍しい気がしますね。まあこれも秋の味覚チュラメの味覚ですけど。それではいただきます。ラストはアップルタルト。結構リンゴが乗っている印象がありますね。見た目からは実際どうなのかな。ではいただきます。はい、ラストはパンプキンラテで締めくくりたいと思います。あ、さっきのラストは食べ物のラストって意味ですね。これが正真正銘のラストです。では飲んでみます。だろうな。確かにそういう味がしなくもないんですけど、もうちょっと強く来てほしいというか、なんというか、どこか物足りなさを感じずにはいられない、そんな感じがします。まあ秋ゆえの切なさなのかもしれませんが、もうちょっとかぼちゃりんご来て。最初に食べたサラダラップはシャキシャキとしたお野菜がトルティーヤの生地とよく合っていて、でも野菜を食べたい方、ちょっと贅沢な朝食を食べたい方にぴったりですね。そのせいで石窯フィローネは外側のパン生地が硬くて中のチーズが濃厚にとろりとろけない、そこにキノコとチキンの旨味が入っていて、少しがっつり朝から食べたい方向けと言えるかもしれません。あともちろんチーズが好きな方にもおすすめですよ。でパンプキンスコーンは口の中に入れた瞬間にポロポロとスコーンが崩れていくのはいいのですが、ちょっとかぼちゃの味が弱いのかなと思ったら水分を吸い取られてしまう部分があったのが、まあ、残念でしたね。口が乾きそうだからコーヒーと合わせてたことなのかな。その次のスイートポテトバーはさつまいもの濃厚な甘さが口の中にふらっと広がってきて、チーズケーキと似たような印象でしたね。なのでさつまいもが好きな方、チーズケーキが好きな方にはお好みだと思います。次に洋梨のパンナコッタ、みずみずしい洋梨と下のパンナコッタのミルクティー部分のほろ苦さもある甘さがとても良かったです。パンナコッタやミルクティーが好きな方にぜひ。そしてフードの最後のアップルタルトは上の方にスライスされたタルト、下の方にすりおろしたタルトを2層に、タルトじゃないわ、リンゴの2層になっていて、それがタルト生地になっていたんですが、ちょっとスライスしたリンゴの形の登場、どうしてもフォークが入りにくい部分があったのが残念ですね。リンゴが好きな方にはおすすめできますが、タルトを求める方にはちょっとかもしれません。そして最後のパンプキンラテ、これもなんかかぼちゃの味はあまりしなかったですね。むしろスパイスの香りが強くて、それでかぼちゃがどこかに行ってしまっているな。もうちょっと大きなサイズだったら分かったのかもしれないです。なので今回
パンプキンラテンをベース中心に来たのですが、なんかかぼちゃが今一つな感じがしましたのが残念でしたね。ただその中でもやっぱり美味しかった、一番美味しいと思ったのは洋梨のパンナコッタですね。それを代表としてこちら4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。